皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は深夜バスから東京に戻ってきて、家事を済ませて、朝のお勤めも無事終わりました。こんな私に飲み物をください。 おいしいおいしいなぁおいしいおいしいですねこれはおいしい。これはおいしいぞ。あたまんねえな。柿ピーが食べたくなってきちゃったな。 ちょっと関西の方に行ってきましたね、はい楽しかったですよ、はい体調不良もなくはい、元気に過ごしましたね、はいホテルも良かったですし、ご飯も美味しかったですしはい,いろんなところも荒れましたし、余裕を持った行動できましたし、火の打ちどころのない旅行だったんじゃないでしょうか。はい バスであまり眠れなかった以外は、はい。バスでリクライニングの仕方がわかんなくてですね。まあそもそもリクライニングをすると、ていうか、そもそも結構、結構傾いてたんですよ。標準状態で、すでに。これ以上やることもなかろうと思って、もうそのままで寝ました。はい。寝れましたよ、ちゃんと。はい。で、 4時ぐらいに、2時とか3時とか4時ぐらいに人に LINE とか送ってましたね。<laughs> なんでこの人この時間に起きてるんだろうって人は思ったんでしょうけど、寝れなくて、ちょっと人になんか、ご様子うかいのメールとか売ってましたね。はい。パソコンがなくてもできるような、そういう、ただのメッセージ。はい。なんか、打ち合わせのどうのこうのとかじゃなくて、はい。 そういうどうでもいいメッセージ、はい、打っても打たなくてもいいようなメッセージを打ちまくってましたねはい月曜日の朝にそんなことこんなことしやがってって <laughs> こんなメッセージ来たってなっちゃいましたでしょうねはい皆さんねはいこういうところ空気を見てないんですよね,僕はね,本当ね、はい まいっかまあ、いっかね今日も頑張りますよはい今日は時差ボケを直す日なんでこのままちょっとあ昼寝ちょっとするかもしれないですけど昼寝も長くはせずにまあうまく体調を整えてですね 夜のいつもの時間にからぐっすり寝るっていうことをしようと思います。はい。そうすれば明日からね、また通常モードに戻りますんでね。なんかサッカー選手とか、ね、あの、メジャーリーグの選手とか、みんなそうやってやってるらしいですよね。なんか起き続けとけば OK みたいな。時差ボケなんて起き続けとけばすぐ治るよっていうことらしいんでね。 簡単なことだよって時差ボケあるんだよ、ね、ないんだだよよねねねなないいとかじゃっって言って言ました、ね、時差ボケはなっちゃう人がなっちゃうものであって直し方はあるっていうのが定説らしいです。はい、あの聞いたことないですもんね。俺時差ボケに時差ボケがどうしても治らなくて野球選手メジャーリーガー諦めちゃったんだっていう人聞いたことないですもんね。 聞いたことない <laughs> ねだからみんなちゃんとやり方を教えてもらってるんですよ先輩とかに、はい、やり方あるんですよ、はい、これが今やってることです、はい、このエビ寿を飲むというこれがね、はい、今日のいい睡眠につながるんですよ後ほどさあこれは 今日は、これからまだまだやることをたくさんあるんですけど、頑張りたいと思います。はい。もう飲み終わりました。はい。ということで、えー、時差ボケを直すというご報告でございました。これで、マッピルマの一人語り終わりたいと思います。 それじゃあまた別の配信でお会いいたしましょう。酔っ払ってんじゃねえのなんかロレツが待ってないぞ大丈夫かなやっぱ睡眠不足だな。<laughs> はい。また別の配信でお会いいたしましょう。さよなら。<laughs> やべえ、本当に酔っ払ってるじゃん。<laughs> 睡眠不足だけど酔っ払ってる。 <laughs> ああ、やばいやばい、やばいなー、これやばいぞー、終わらないぞー、終わらないぞー、じ <laughs> ゃあ終わらなきゃいけない、ここで,ここで終わらないぞーとかって言って喋り始めたらもう2時間ぐらいしゃべりそうなんで、本当に終わります。<laughs> さよなら。